キューチに乗るチャンネルをご覧になっている皆様いつもありがとうございます。えー、今日はですね、えー、松浦大悟先生、はい、元参議院議員でこの「LGBT の不都合な真実」というですね、えー、ご著書がございます。このカミングアウトした元参議院議員の魂の告白左翼運動の変形としての LGBT 運動では社会変革はできませんというふうに帯に書いてあります。実はね、あのー 松浦先生、はい、あそうだ今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますお招きありがとうございます,ます去年の秋ぐらいだったんですかねまだあの安倍晋三先生のお元気な頃でですねはい、はい、今あんなことになってしまいましたけれどもちょっと急君来てって言われてあの衆議院の第一議員会館の十二階の一二一二号室が安倍晋三先生の議員会館の部屋なんですはい、はい、その時にねこの本、ええ、読んだかって言われてお読みなさいということで 安倍先生これ読んだんですよ。ありがたいです。でね、はい、でその時にもね、いやあのこういう人もねうちの自民党で全国比例であの出たらいいけど、まあ今もうすでにいろいろと埋まっててでも将来考えないといけないねって。とそれ<ー>これ本当の話なんですよ。あすまあ、まあ先生はまあ今まだ今自身って言うことですよね。はいはい、まああのいろいろとその党の あの問題があるからそう簡単じゃないかもしれませんけどねそれぐらい高く評価されておりまして自民党のね性的マイノリティー特命委員会にお越しになっていただいてですねまあいろんなあのお話をしていただきました LGBT 活動団体ってこうね幅広いじゃないですか。はい そ,そこら辺は実際どうですか。いやあの私がこの本を書いて一番驚かれたのが、はいはい、LGBT の中には左派もいれば保守もいるって書いたんですよ。はいはい、えー、そうなのって皆さんおっしゃるんですよね。うん、でもこれ考えてみれば当たり前の話で、うん、LGBT というのはセクシャリティ以外は普通の人たちと同じなんです。LGBT 運動って途中から変わったんですよね。うん、昔の LGBT 運動っていうのは本当に素朴な生活向上運動だった。うん、でそこには左派の人もいれば保守の人もいてあの思い が違うけれどもこところがあの、まあ、近年になってですねあこれは評伝になるなということに気づいたんだと思うんですよ、うん、急にその党の方々が LGBT パレードに顔を出すようになって、うん、そしてあのどんどんこう左京化していったっていう印象を私は持ってるんですよね、うん、だからそこのところをマスコミはちゃんと見てるんだろうかと。 マスコミは、まあ、LGBT 専門家として出ている人のことを、まあ、LGBT の代表として取り上げるんだけれどもそうじゃない彼ら彼女たちは左派団体の代表ではあっても LGBT 全体の代表ではないわけですよだから彼らが書く記事には大変 LGBT 当事者からの批判のコメントが寄せられるわけです。で自分たちの思いと違うじゃないかということをコメント欄がもう埋めてるわけですよね。<laughs> だからそういうことを見ても私はあのもっと本当の等身大の LGBT の姿を皆さんに知ってもらいたいなという思いでそれででこの本を書いたわけです LGBT の当事者の方々を何かこう印象操作すること自体がなんかすごく失礼でね LGBT 多様性っていう割にはねステレオタイプだし決めつけてるしね当然、LGBT の方だって同じ人間なんだから。うん それじじびビちィの人はこうです特にトランスジェンダーの人は、ね、こういう人たちですみたいなね決めつけっていうこと自体が私傲慢だと思うは私は松浦大吾先生にねあの特命会に来ていただいて、まあ、いろんな話を聞いた上であのこのお花畑的正義感ステレオプタイプはダメだよって言ったらこれ私が当事者を揶揄するわけはないわけですよ。<laughs> はい、私がね、まあ、言葉の使い方がね、まあ、確かにこう揶揄と皮肉があるから。 批判されたんですけれどもこれはもちろん誰のこと言ってるかというとあえて言わなかったですけどあなたたちマスコミのことですよと <laughs> だから私もなんでここが炎上するんだろうなと思って不思議で仕方がなかったんですよで今やっぱり世界中でねポリコレだとかキャンセルカルチャーの嵐が吹き荒れていてこの動きはおかしいっていう本が今年1年間でも何冊も出てるわけですよマスコミの皆さんこの本読んでないんですかって逆に私は聞きたかったですよ、ね